川崎汽船株式会社は、東京都千代田区に本社を置く日本の大手海運会社である。当初一部上場。通称、k ラインと呼ばれる場合もある。1919年4月10日、川崎造船所の船舶部が独立する形で、同社の現物出資によって設立された。規模では、日本優船、商船三井に次いで、国内第3位である。上位二社と比較すると、 コンテナ船への依存率が高いとされる。この他、石炭、鉄鉱石などの不定期貨物船、自動車運搬船、LNG タンカー、石油タンカーなどを運行する。また、日本で初めて自動車専用船を導入したのは同社。ファンネルマークは赤字に白の k 旧第一管銀グループのメンバーであったゆえに、水保コーポレート銀行をメインバンクとしている。 コンテナ船事業では、韓国の関心海運、台湾の陽明海運、中国のコスココンテナラインと海運アライアンス旧グループを組んでいる。同社の船舶は、種別ごとに何らかの語を船舶名につけることが多い。具体的には以下の通り、この隊員の海運の大株主でもある。ありがとうございます。